グローカルクロストーク、イエーイ、イエーイ、イエーイ。はい、このコーナーは、グローカルマーケティング採用チームの私、遠藤大志が、社内のいろんなメンバーからお話を聞いていこうというコーナーです。今日は、コンサルティング部のマネージャー矢田さんからご紹介いただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一人では初のクロストーク出演。そうです、ね、割と入社間もない頃に金谷さんと出演いただいてみたいな感じだったんですね。そうなんですよ、そうなんですよ。あの二人で出演して、単独で出演したいなってずっと思ってて。あ、そうなんですか。僕ら前からあったなと思ってました。すごい楽しみ。はい、いや、こちらもあのいろんなお話をお聞きできればなというふうに思ってますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はまだご入社されて2年も経ってないんですよね。そうですね。いや、なんかもう超絶びっくりで、1年10ヶ月ぐらい。いや、もうすごい、はい、すごいいる感じがします。そうですか。そういうメンバー多いと思うんですね。ガチャガチャしてるじゃないですか。いや、でもね、あのそういう中で、はい、で、まあ、今年の4月からマネージャーにも就任されて、はい、まあ、そういう意味ですごくこうスピード昇進でもあられるじゃないですか、はい、まあ、なのでこうちょっと矢田さんのこう普段の仕事ぶりというか、はい、まあ、こうどんなことを意識しながらあの普段こう仕事を望まれてるのかみたいな部分を今日ちょっといろいろ根掘り葉掘り、はい、あのお聞きしたいななんていうふうに思っているので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、で、まあ、コンサルタントに入社されて、まあ、今もコンサル部で、はい、あのずっと入社以来ご活躍いただいているわけですけれど、はい、もともとは、うん、あの県の職員。そうですね、ね、はい、あのいわゆる公務員っていう形で県庁の職員で8年、9年ぐらいやってた。お、はい、その間もいろんな部署にいたんですか。そうですね、まあ、最初教育分野で予算を取る仕事をしたり、その後糸魚川に行ってあの道路とか港の管理になったりとか、なんか町で道路の工事とかしてるじゃないですか、はいはいはい、その工事をするにあたってその法律に基づいて許認可が必要なんですけど、はいはいはい、そういう許認可を出してる、まあ、管理を仕事したりとか全然今と違う仕事ですけどね。でその後あの県の方の中戻ってあのこの産業分野の仕事させていただいたりとか、あと福祉で医者を外から連れてくる仕事をしたりとか、なんか2、3年に1回ぐらい転職してるよとか。まあ、そうっすよね、本当に全然違う。そう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 、そんな仕事の仕方でしたけど。ああ、なるほど。今でもこう矢田さんってもうめっちゃいろんな領域でやられてるじゃないですか。そうです、そうですね。あのマーケティングの領域もそうだし、はい、営業の領域もそうだし、はい、だと思ったら採用とか、そうです、そういう領域のご支援もたくさんされてたり、うん、かと思ったら最近は DX 系というか生成活用とか、はい、RPA 活用とか、はい、あのそういうようなところまでこう広げられてるじゃないですか、はい、だからそういう、うん、いろんな仕事やるというかいろんな領域の仕事やるみたいな部分はなんかそのどういう意図があってというとあれですけど、なんかなんでそんなこう仕事ぶりというかできるんですかじゃないんですけど、はいはい、なんかそういう仕事する上で、はい、グローカルで仕事する上で意識してることみたいなのってあったりするんですか。でもまずは単純になんか自分自身の興味が、まあ、すごい広範囲に拾いたいというのは、はいはい、好奇心が旺盛なタイプなので、はいはい、なんか人がやってるのを見るとあ自分もあれ興味あるなって、はい、触ってみたくなるなと触ってみてるとあこれちょっと今度お伝えしたいなみたいな自分がやってみたいなみたいな方になってくるみたいな、そんな感じがまずでも一つですね、はい、もう昔からそうだったんですか。でも割とそうなのかもしれない。子供の頃からいろんなことに興味があって、うん、なんか部活一つとってもそうだったかもしれないです。なんか何やってきたんですか。小学校で野球とバスケ、はい、まあ、ほんとかじる程度やって、はいはい、でその後中高とテニス、ソフトテニスとコマシテニスやって、はい、でその頃からちょっとあのサッカー、ワールドカップとか盛り上がってたじゃないですか。サッカーのプレイスはサッカーやらなくなって、で大学は絶対サッカーやろうと思って、はいはい、フットサルサークルに入って、フットサルを作ったり、フットサルは今でも、まあまあ、ここ最近数年に1回になりました。そうなんだ。そう、大学のその同級生と、まあ、東京であのフットサルの大会で。僕もフットサルやってたんですよ。あ、そうなんですか。野球の時は一緒。今度やるもんだよ。ゴールキーパーとかね。
割り出し。あ、そうなんですか。もうちょっと怪我が怖い。あ、なるほどね。怪我になって。そうか。へえ。そうそう。あ、でもそうなんですか。そうかもしれないです。だから、もともとそういう幅広くやりたいタイプの。なるほど。はい。じゃあそれがもう仕事の局面においても、うん、同じようにこう興味を持ってこうのめり込むことができる。そうですね。そうですね。でなんかそれは、はい、もう入社するタイミングで、うん、自分はもうこの領域でやっていくんだっていうよりも、うんうん、割とこういろんなことにチャレンジしてみたいなともうそもそも思ってご入社されたんですか、うん、そうですね。比較的なんか仕事を、まあ、そのニーズがあるものであれば何でもやっていきたいなっていう、うん、やっぱり私たちお客様っての支援になってくるので、はいはい、お客様が望んでいるものは全部できるようになっていきたいなっていうのは多分もともとあった上 で、はいはい、で実際にこうコンサルとしてやってみて、まあ、例えばその最初売上を上げるっていうご支援でマーケティングのご支援が入ったとしてもじゃあ売上上げるっていう風な戦略が決まった時に今度それを動かしていくのって社内のメンバーの方なんですか、はいはい。でそうなってくると今度その人たちにもっと分かりやすくお伝えできるようにならなきゃいけないとか、まあ、人が足りなければ採用をするとかあのやりたいけどなかなか普段の業務で時間がなくてってことだったらじゃ普段の業務をいかにこう効率化するかとかなんかこう一個のやっぱ課題では終わらないなっていうまあそうですよね感じてだったら自分がこう全部できるようになっておけば、まあ、それこそ本当にこうそのお客様とずっとやり取りすることもできるなっていうのもあってなるほど。で実際にやってみてまたそれが強くなったっていう感じ、ね、なるほど、はい、もう確かにそこっておっしゃる通りでもちろんその領域のスペシャリストがいて、うん、そこをそれぞれ領域に応じて対応するっていうのも、はい、あのもちろん有効なやり方の支援の仕事の一つではありますけれど皆さんみたいな形で入れると顧客理解はずっとはい、一定でできるというか、はい、みたいな部分はやっぱり強いですよね。人が変わると顧客理解またゼロからやらなきゃ無駄ないですか。そうですね。それはあるなと思います。うん、そうです。そう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 。そういう意味でこうとはいえこうやりたいなと思っても自分の中で思っててもその仕事任せてもらえるもらえないっていうかまた別の話じゃないですか。はい、かそういう意味でその、まあ、社内でのこう、はい立ち回りというか、はい、その働きかけだったりとか、はい、みたいな部分とかって何か意識されてることはあるんですか。それで言うと、もうそのまず自分何でもやりたいですっていう社内に言っちゃうアピール。それこそ上長の、まあ、当時、はい、まあ、今の CEO の源太さんに自己コミットしたいです。アサインを担当してくれる方に、まあ、何でもやりたいですっていうのをアピールするのもそうですし。まあ、それこ そ, その仕事を取ってきてくださるプランナーの方にも、まあ、そういうふうなスタンスっていうのをこう人にぜひやってやりたいですとかっていうのを、うん、まあ、そこあることにこう自分からこうアピールしていくっていうところは確かにやってきたかなと、うんうん、そこでも今でも意識してるかもしれない。ああそうなんですね。はい、なんかこう DX 系のご支援が多くなってきてはいるけど全部別にそれだけじゃなくて全部やっていきたいしっていうところは、まあ、そこはしっかりアピールしていかなきゃいけないかなとは思ってますけど、ね、やりたいやりたいね、動機はやりたいからね。そう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 。あ、そうですね。そうそうそう。いやいや、そっか。でもそのイメージはやっぱり結構社内でもあると思います。あ、そうですか。なんか、うん、こう言うとあれですけど、困ってる枝さんみたいな。はいはい。そう、そう言ってるのはありがたい。あ、そうですよ。そこまで来てあ、よかったなって、はい、そう思ってもらえてます。なるほど。いや、それこそこの間もその RPA が出てきた時に、はいはいはい、僕がこう2月、1月ぐらいから RPA やりたいなと思ってて、で、ゲンタさんも、どんどんやりたいんですよね、みたいな話してて、いいじゃんって話して、で、ちょっとまあ、ご支援が忙しかったりとかして、少し間は空いちゃったんですけど、まあ、RPA やりたいんで、こう各部署の皆さんから、その RPA でなんかこう自動化したらすごく効率化できそうな業務の洗い出しをちょっとお願いさせていただいて、はい、でそれ多分全社的にも RPA やってくんだなみたいな雰囲気多分少しはあるのかなと思って、はいはい、でそんなことしてたらこう源田さんが実際に RPA ちょっと組んで、まあ、動画撮ってる清水さんがもうちょっとやったりとかっていうような形で、うん、私以外のところでそれがこう動き始めて、あ、やばい、私ちょっとついていかなきゃみたいな逆に遅れてたみたいな感じであるんですけど、でもなんか言ってるとそういう感じってやっぱあるのかなって、あ、はい、なんか言うのって大事かなって、あ、なるほど、やっぱ自分から発信していくみたいなのを、ね、意識されてる、そう、そうですね、そうですね、あとは発信だけじゃなくて、はい、受ける
あの来たものを拒まずじゃないですか。ああ、なるほどなるほど。これ任せていいって言われたものを、そうですね。そうですね。なんかこう発信してるだけだと、発信してるとはやりたいって言ってるだけだから、こうそれができるって保証ないじゃないですか。はいはい。だからこそなんかこう、なんかこうこういう内容なんだけど、あんま誰もやったことないことだけどできるとか、なんか自分にこうチャンスが来た時に、それはもう手を挙げてやって、でちょっとずつこう信用を作っていくとか、でやっていくと、やりたいって言った時もやらせてくれるかなみたいな感覚なるほどね、はいはいはい、ありますけどね。でもやっぱそこってこう、矢田さんってすごい自責のが強いですよね。自分そうそうで、なんか何をやるにもまず自分がやろうという意思を持たなかったら、はい、やらせてもらえないし、やれないっしょみたいな感じが、まあでもそうかもしれない。まあまあそうなんですけど、はい、の何でもかんでもそうだと思うんですけど、うん、でもその感もすごい強いです。普段こうコミュニケーション通らせてもらってても、はい、なんかその辺はすごい感じる部分は、ありがとうございます。ありがとうございます。喜ばせようと思って言ってもらえないですけど、でもそれってすごい大事です、うん、特にこのグローバルマーケティングにおいては。そうですね、めちゃ大事ですよ。めちゃ大事だと思うんですよね。そのなんていうんですか、処世術というとちょっとあれですけれど、でもやはりその、うん、割と本当に社風的にも自由というか、はい、本当にやりたいことはやれる環境なんて、はいはい、な分、逆にそのやりたいと、これをやりますというふうに言っていかないと、はい、なんかできる仕事も降ってこないみたいな。そうかもしれないですね。そういうのって結構あります。はい、そうだと思いますね。そうですか。うん、なんかあとやっぱりその中でこう信頼関係をすごい大事だなと。はいはいはい。で、なんかそのやりたいですっていうのももちろん大事だし、うん、で来た仕事を受けて信用を作っていくっていうのもそうなんですけど、こうそのいろんな仕事をやるにあたって、やっぱ一人じゃなかなか解決しなくて、はいはい、まあ、それこそその RPA だったら皆さんにちょっと洗い出しをお願いするとか、はい、あと自分がやったことない領域だったら、あのそれこそその領域をメインでやってこられた、まあ、先輩方に聞くとか、まあ、その営業でももちろんそうだと思うんですけど、はいはい、まあ、先輩に聞きながらお客様のこうに刺さる提案の仕方を考えるとか、まあ、そういうのも全部やっぱり先人たちのこう知恵を借りるシーンって絶対あると思うので、うん、でそこのリスペクトをすごく大事にと思ってますね。あ、そう、まあ、自分が今こうできているのは、もう本当先輩方から教えてもらったおかげ、まあ、先輩に限らず後輩からも含めてメンバーから教えてもらったおかげで今そういう打席に立ててるみたいなのは常に一番意識してるかもしれない。それが手を挙げることよりももしかしたら。ああ、なるほど、はいはい、リスペクト、リスペクト、え、純粋にすごいなと思ってます。あ、でもそのなんていうんですかね、意図わず聞けます、ためらわず聞けます。そうです、人にいろんなこと。そうですね、そうです、そうかもしれないです。プライドとかないいやでもそ、はい、そ、なるほど。でもそういうのがこう根っこにあるわけですね。そうですね、そうですね。僕今メメ33ですけど、はいはい、まあ、あ、全然関係ないですけどね、そのインスタグラムとかってそんなに普段投稿したりとかしないので、はいはいはい、でインスタのことだったらそれこそ普段から投稿している本当若手のメンバーとかの方が、まあ、詳しかったりするので、むしろその子に聞いた方がいい教えになるかもしれないしとか、そういうのはやっぱりリスペクトですかね。はい、リスペクト、リスペクト、リスペクトは忘れないように、うん、常に。お客さんへのリスペクトもすごいありますか。ありますね、はい、で純粋にやっぱ会社経営するってめちゃくちゃ大事じゃないですか。いや、すごいっすよね。いや、すごいっすよ。すはい、だって本当に背負って、はい、社員の皆さんを背負って、で土地も建物も、ね、まあ、それをずっと継続してやっていかないと、じゃあその土地どうなるのか、その土地どうなるのかって話になるじゃないですか、はいはい、で引き継ぐにしてもちゃんと引き継げる状態にしなきゃいけないので、もう引けないっすよ、ね、うん、で常にトップになって周りを鼓舞していかないといけないと、その重圧とかプレッシャーってすごいなって思いますよ、うん、まあ、だからこそそういうリスペクトの気持ちを持ってそうですね、はい、はい、でもそういう、まあ、社内外においてそのリスペクトの気持ちだったりとか、そういった面もあったりとかで、かつ何でもこう自分発信でいろんなことやっていくみたいな部分が、うん、今すごい大事にされて
いるところなわけですね。そうですね。ローカルでは結構そこを意識してますね。なるほど、はい、いや非常に面白いお話有意義なお話を聞きできたなという感じです。はい、そういう意味では、はい、まあ、これからこう今後、まあ、矢田さんのこう後輩に当たる方だというか、はい、もっとこうグローバルマーケティングでこう活躍してくれる方って、うん、どん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 これからも採用していきたいと思っている中で、はい、なんかその、まあ、後輩たちにというか、うん、これから入ってくるメンバーに何かこう伝えたいこととかってあったりされます？そうですね、それでいうと、まあ、自分がそういうタイプだからっていうのももちろんあるんですけど、はいはい、なんかやっぱまずは何でもやってみるっていうところと、こうチャンスがありそうなところで手を挙げていくっていうところは、当然こう初めてやる仕事であれば失敗も当然あると思いますし、はいはい、それが怖いっていうのももちろんあると思うんですけど、まあ、まずはやってみるっていうところで、好奇心持って特定の領域だけとかじゃなくて、やっぱいろんなこう仕事だったらいろんな人に触れ合って、うん、自分のこう、まあ、幅を広げていくみたいなところが楽しいっていうふうに思ってもらえたら嬉しいなと思いますし、そういう方としてすごく仕事ができるとこうこっちの、まあ、お互いにね、はいはいはい、すごく刺激し合えると思うので、すごくいいのかなと思います。なるほど、はい、はい、ありがとうございます、はい、そんな方からのご応募、はい、お待ちしておりたいと思います。ぜひね、またそれこそ、はい、多分採用チームではそのまあ、応募前のカジュアル面談とかって呼んだりしてますけど、はい、あ、そういうふうな機会を設けていますし、はい、で最終のメンバーに限らず、そうですね、他の部門のメンバー、はい、ともこうちょっとお話聞いてみたいですみたいな、はい、喜んで受け止まっておりますので、はい、ご興味がある方はぜひ、はい、ご連絡いただければなというふうに思います、はいはい、ということで、今日はいろんなお話を聞かせていただいて、はい、ありがとうございました。ありがとうございましたではまた次の動画でお会いしましょう、チャンネル登録、それからグッドボタンの方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。